六本木には行くなとか、怖い人とつながりがあったりとか、よしじゃあこれ一致しろとか。最近暴露 YouTuber ガーシンが人気ですが、ご存知ですか？あ、なんか、みんなに聞きます。あ、ネットやらないのに知ってるんですね。で、そういう芸能人にアテンドする人は昔からいるんですかっていう質問が。アテンドってその女性を紹介したりとか。まあですね、はい。いや、俺、僕らの時はいなかった。僕らのチームはいなかったですけど、うさんくさい人はいるんじゃないですかね。だから僕らも、新人の時代に、六本木には行くなとか、ほう。やっぱ六本木に遊びに行く芸能人って、なんとなくその、怖い人とつながりがあったりとか、そういうのがあって、六本木は行っちゃダメだよとか、下北に行きなさいとかって言われたりする。でも、トンネルズ雨の西麻布とか歌ってるじゃないですか。あの頃は、意外ともうトンネルズと一緒にいれば、そういう、ちょっと怖い人たちがあまり、交わるってことはなかったんで、新人の時、素の新人の頃は、まだ下北沢ぐらいにしとけみたいな。新人の時に、時々六本木に連れてかれると、なんかその、女の人がいっぱいいる、真ん中にこんな社長みたいなのがいる人がいて、で、呼ばれて、金ちゃんのところでやらせてもらってる勝俣ですって言うと、よし、じゃあこれ一致しろとか、なんかそんなのもあったんで、多分そういうのが好きな人たちもいるじゃないですか。確かにいますね。そういう人っていますね。でも、そういう人が好きな人の周りの人って、あれ俺たちとはそんな収入変わんねえのになっつって、すげえ車に乗ってたりとかしたじゃないですか。はい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 、はい。で、俺は意外と金ちゃんの周りのスタッフに、あっちを見るなよって。あっちの芸能界を見るなよって。お前は金ちゃんの背中を追っかけてろよって言われたんで、そういう世界もあるのはなんとなくあるだろうなとは思いますね。でも、そっちに行くとやっぱりなんか、あの人は今になる可能性が強いかなって、なんか、とにかく嗅覚でなんか感じてましたね。あ、確かなんか、やばい方はいかないっていう、その、やっぱ正統派でちゃんとあり続けるっていうところは大事なんですね。あとやっぱりその、彼女を作るとか、女性と仲良くなるのも、釣り堀で釣りたくないんですよね。はあ。ちゃんと渓流釣り自分で毛針とか作って、餌も岩の中から見つけたり、岩ひっくり返してミミズ見つけたりとか、ちゃんと釣りに行きたいっていうのが若い時からあったんで、もう坊主でもいいんで、ちゃんと努力して、釣り上げたいなっていう姿勢でしたね。